おはようございます。ハイカーの高倉です。自転車も乗ります。こちらね、伊豆半島ユネスコ世界ジオパークへようこそということで、伊豆半島の入り口に入りました。入りましたと言っても途中でバテちゃって輪行したんですけどはい、ということで、ね、今から行きたいと思いますよ。とある事業に参画しに来た。畑温泉、温泉もあんのか。マジ楽しいと思うよ、伊豆ジオパークあるとこ大体楽しいって。アウトドアあるある。ジャガ橋、ジャガ橋通過でございます。伊豆の国シティ、伊豆の国シティ、何があるんでしょうか。伊豆の国シティには楽しみです。道の駅あったらいいな、トイレ行きたい。はい、道の駅伊豆のへそ、伊豆のへそ、ナイスネーミング。だいぶ近づいてきたな。だいぶ近づいてきたぞ。修善寺川を渡って OK。 はい、鹿野川、鹿野川、そして修善寺エリア、修善寺エリア。はい、ということでね、こちら未来の三角スタンドに来たんですけど、ちょうど今作業で外してて いなかったです残念。あの Uber Eats ですっていう感じで、カントリーマームですとかアルフォートですとか持ってきたんですけど、ちょっとドッキリ的にお渡しできなかったです。じゃあちょっともじゃまるさん来るの待ちたいと思います。あ、ちょうど今電池を入れ替えたところに来ましたね。はじめまして。はじめましてなのか、多分出荷伝票とかで名前は見たことあるような。どうです、あの緑のこうなってるのが見えて、はいはい、本物のもじゃさんですよ、まるさんですよ。こんにちは。こんにちは。はい、ちょっと手伝いに来ました。いや嬉しい。嬉しい。はい、もうがっつり時間だけはあるんで、明日がっつり、いやいやいや、がっつりもう力仕事は明日やっちゃいましょう。いや、何をしてんのか分かんないんですけど、はい、がっつりあります。いや、もうあの僕で力になれることがあれば。いや、もうめちゃめちゃありがたいです。すみません、ちょっとお世話になります。自転車畳んだ方がいいですよね。そうですね、はい、荷物いっぱいあるんですけど、ね、この前めちゃくちゃありがたいことに、はい、高倉さんの視聴者さんで、はいはい、あ、そうだそうだそうだ、高倉さんが私たちのこと応援してますってあげてくれたことで、はい、あ、こんな人いるんだって知ってくれて、で、あの同じ静岡なんで、うん、あの木材提供しますよって。おー、すごい。あの、もうめちゃめちゃいい流れ。わざわざメッセージをいただけた方がいて、はい、で、あの実際先日お会いさせていただいたんですけど、めちゃくちゃいい流れじゃないですか。もうめちゃくちゃこれが現代ですよ、はい、そうそうそう、つながりが、そう、つながりが一番ありがたいし、いや、もう高倉さんのおかげですよ、それに関しては。ねえ、本当に全てはもじゃまるさんの陽の木ですね。陽、はい、僕ちょっとスピリチュアル最近入ってきちゃってるんで。ですよね。普段極めすぎるとなんか仏教にたどり着くみたいな。いや、仏教はマジで熱いっすね。そうなん、そう、なんか優しくなれますよね。それはでもいいですね。それだけ聞くとめちゃくちゃいいですね。それがまとめると陽の木、陽の木、そう、なるほど、好循環に入れる。サムネにメメタ。あれ意味わかんないけどとりあえず入れてるから。では、いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。お邪魔します。どうぞ。いらっしゃいませ。あ、狭いんですけど。これいいんですか、撮影して。あ、大丈夫です。大丈夫です。おお、これが三角スタンド。はい、作り中、絶賛作り中の、絶賛作り中、入り口は大変狭くなってますけども、おお、こんな感じでね。難所ですね。お邪魔します。じゃあ今日はここで、はい、作業を手伝いたいと思います。嬉しい、頑張りますよ。
オープンですこんな感じで、です高倉ですやりましょうか、はい、作業まるちゃん YouTube で学んでるんですかそうです親切なサイトがある、ね、親切な、やっぱりみんなで助け合いですねそうですこの時代これが建物なんですけども外からどれぐらいの硬さにするんでしょうか。ケチャップぐらいです。そうですね、うん、今何をしてますか。今壁紙に糊を塗ってます。今壁紙に糊を塗ってます。これが糊ですよ。やっております。人生初の人生初の糊塗り。もじゃくんが握ってくれたおにぎり食べてます。梅おにぎり嬉しいな。壁紙どんな感じでしょうか。壁紙、おお、ここの一面だけすごい塗り切りました。ここですね、この L,、はい、L 字の L 字の、はい、そうです。すごい綺麗に。もう新宿やんね。え、素晴らしいですね。嬉しい。あ、で上のちょっと余剰なところをカットしてみたいな。そうですね、すごい綺麗な仕上がり。あれや、なんだかこの重なってる部分も全部綺麗にカットしたやろ。ここの、あ、そうですね、うん、この重なり部分いいですね。で、またこのこっちの面と、はい、こっちの面と、そうだ、全部やります。すごい、今日中に全面したいね。頑張ってます。今日中にやりますよ。頑張ってます。頑張ってます。頑張ります。僕も頑張ります。頑張ります。頑張ります。頑張ろう。おにぎり食べて頑張ろう。職人やんこんにちは。壁紙大学壁紙学部卒業首席の高倉です。首席やった。首席です。頼もしい初やけどめっちゃ頼もしい。要はまあつるってなったらいいってことですね。この空気が抜けて。カメラ目線いや余裕だなぁ。あ、いい感じで空気が抜けてる。わかります。わかりますね、画面越しでも。いいな、いいな、いいです、いいです。コツはですね、コツがもう言ってくれるんですね。はい、はいはいはい。コツはやっぱ愛情、愛情ですね。なるほど。ちょっと抽象的なんですけどものづくりは愛情ですね。ものづくりはやっぱ愛情ですね。ここちょっと波打ってるじゃないですか。はいはいはい。この波打ってるところを、はい、愛情込めてこう。おー、波が、あれちょっとシワが、あれちょっとシワが、あれちょっとシワが、あれもじゃくんもうツッコミ早いからな大阪のもうね、ツッコミ力がすごいから。おー、いいですね、いいですね、いいですね。いい感じですか。めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、皆さんも壁紙貼ってみてはいかがでしょうか。もうこの提案壁紙貼る人いるのかな結構綺麗に、これいいな、この三脚。これモンベルで売ってましたっけ。あ、これ売ってるんですね。へえ。それで折り目がつくんで、後でそこをマリちゃんがカットでカットするっていう。糊を塗る時のコツはですね、はい、あんまりダマにならないぐらいな感じで、うんうん、まあ、とりあえず愛をここも愛と愛、愛情愛情、愛情ですね。楽しいですか。そうですね、楽しいです学生の頃思い出しますね。学生の頃、はい、あー、DIY 大学の時。 DIY 大学。なるほどなるほどDIY 大学大学の時ですね。そうです。で、こういう風に。そうですね、端の端まで。あー、なんかこれうなぎ大学の頃思い出すわ。うなぎ大学。うん、こうやってやっぱ塗ってましたから。あー、で、その時の感覚を思い出しながら。そうですね、なんか懐かしいな甘酸っぱい思い出もあったんでしょうか。ありましたね。ありましたか。カバヤキコさんがもう本当きつくて。カバヤキコ、そう、多分日本で一人しかいないだろうなすぐ特定できてしまう。カバヤキコさん元気かなやっぱでも学年のアイドルとかマドンナやったんで。うわ、もういい、そこ狙ってたんですね、うん、人気でしたね。人気でしょうね。
ゆるい休憩時間の様子は別の動画をご覧ください。はい、がっつり、がっつり、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。よし、じゃあマックスバリュー行きましょうか。行きましょう。お邪魔しました。ふい、いやー、進みました。進んだね。進みました。本当にありがとうございます。よかったです。いや、マンパワーが全然違うね。やっぱ2人と全然違うのが全然違うもん、ね、なんか考えてる間に進めてもらえるっていうのが本当にありがたい。そう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 、チームプレー、チームプレー、めっちゃ駅近いよな、本当に。そうなんだ。あそこ駅ですからね。そうです、そうです。もう超駅近、修善寺いいところです。もじゃくんが今料理をしてくれてます。美味しい、美味しいね、はい、特製ポテサラを。特製ポテサラ、はい、ちょっと味わっていただこうかなと。もうめちゃめちゃいい手つきですね。ダウンパンツを忘れてしまったあなたに。そうですね、ここの生地もポケットを使えるしね、このままね。あ、これいいな、かわいいな、2人とも。ライブ配信の様子はもじゃまるさんの動画をご覧ください。スピーすぎてすいません。おはようございます、ハイカーの高倉です。そしてこちらがおしゃれもじゃです。おしゃれもじゃです。だいぶ気をつけてくださいね、本当慣れないと。すごいなこれ、サーカスみたいなっていう感じで。気をつけて楽しんで、はい、ありがとうございます。いや本当2日間ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそお世話になりました。伊豆楽しんでください。はい、楽しませていただきます。してくださいね。2人もお気をつけて、頑張りすぎに注意してください。わかりました、はい、健康第一でね、はい、そうですね、たまに息抜きしてください。ありがとうございます、はい、またちょっと時間見つけてきますので、ぜひ、はい、楽しみにしてます。はい、それでは健康第一で、バイバイ、行ってきます。行ってらっしゃい。はい、じゃあ2人はこっち、こっちはファミマ、こっちファミマです。あ、じゃあ僕先行きますね、はい、もう、じゃあ達者で、はい、達者で、達者でな。すごい、初めまして、初めまして。まさかのキャンプ高兄です。キャンプ高兄。お会いできて嬉しいです。本当にこういう形で会えるのが一番。いや、まさかのね。一見の価値ありとなっております。これは地球感じるポイントと言いますか。はい、地球感じるポイント、はい、ダン100点。おー、すごいな、はい、ビ